真鍋かぶさんです、今回お楽しみいただきますのは1996年9月15日、14日15日1泊2日で、撮影いたしました、アポロスからラオスに帰るということでございましてね、81年8月9日に、国際プロレスが最終興行を行いました地、北海道のラオスまで、みんなで行きまして、アポロ菅原さんをゲストにですね、いっぱい飲んだというようなことでございます。ラオスっていう町はですね、最果ての地なんていうことを言われますが、寂れた町なんじゃないかと思ったらですね、さにあらず、意外にですね、向こうの漁師さん金持ちですね、昆布漁とかね、海とかが、名産でありまして、これはもう養殖でありますのでね、不漁が続くとかそんな話にはなかなかならないわけですね。それでですね、みんなお金持ちなんですよ、金持ちの家が非常に多くてですね、このラウチョサーヘト持ちと言いますがね、スナック街があるんですよ。もうね、スナック街で飲みました。3軒はしごしましてね、夜中の3時ぐらいまで飲んでました。晩ご飯終わってからね、9時ぐらいから夜な夜な出かけて、3軒はしごぐらいしましてね、菅原さん交えて楽しく過ごしました。当時の会場はラオス小学校のグラウンドということで、ラ小なんていうね、省略語で言われますけども、ラ小グラウンドで開催みたいな感じでございますね。最後はあのカラビデスマッチでテリー・ギブスと鶴見五郎さんがやって、みんなほったらかしでもう宿舎帰ってて、仕方なしに鶴見さんはもうリングコスチュームのまま宿屋まで帰ってきたと、そういうことを受け止まっております。そしてですね、もう有名になったこれが試合終わってからですね、トド肉の焼肉屋さんに行って、これがねトドのつまりだよってね、ラッシャー木村さんが言ったっていうね、これもう曰くつきのお店でございますが、行ってみたらもう閉店になってまして、行けなかったと、食ってやろうと思ってたんですが無理であったということでございます。それでこう終了後、釧路から出発したんでね、釧路に戻りまして、菅原さんはそのまま羽田の方に帰っていったと。そして我々はそのままですね、3時発の札幌行きの特急に乗り込んで、札幌に行きまして、すすきのにあります、スネーク天海さんの奥さんがやってるお店に行きまして、いっぱい飲んだということでございます。もうずっと飲みっぱなしの国際プロレスらしい、ツアーでございました。はい、ありがとうございます。Thank you.
いや、そのその当時のビッグサマーシリーズの頃の公開グラスなんで、そんな剣打ったら打ったものもんですよ。まあ、言うなきゃ関係しませんからね。取り外されないようにコンクリートを敷き詰めたんですよ。だいぶ乾いてきてるわ。この人間がハニーです。やっぱりこの望郷、望郷の念を。なかなかギブアップしないところは、スタイルプロレスの精神がかなり受け継がれていると思います。たった、高評価、チャンネル登録、よろしくお願い申し上げます。